先生のお笑い草の土産に求めてまいりますから少々お待ちください。いらっしゃいます。いらっしゃいます。錦絵が欲しいのかな。あ、さあどうぞお買い取られまし。私は錦絵などあまり見たことはないからお気に入るようなものをお主が見繕ってくれ。はい。もう花魁のようでございましたら春宵様ろ清永政信いろいろこちらにございます。ですが何と申しましても 女を欠かしては歌麿でございましょうな。歌麿のこれが大文字屋の高袖花魁でございます。これはご花魁ではございませんが観音様の水茶や何話屋の沖田いずれも当時評判の美人でございます。これは新しく出ましたあの続き物でございます。さあどうぞ。錦織歌麿型染み模様。 番頭、これは何と書いてあるの。読んでみろ。はい。失意の媚び麗しく高乱子の錦をまとうとも辛絵の浅ましさ死を覆うて五体の符号を表すに至る。たとえ新垣といえど世が確実は生死なり。鴨毛を侮辱するも花なし。亭主呼べ。 亭主をこれ呼べというのじゃ。千之助様どうなされたんでございます。いやこの絵も歌麿の持参が五万の花だし。亭主呼ばんか。おい、主人はただいま宅にはどこにいるのじゃ。車の中に。車のどこじゃ。多分大文字屋だろうと存じます。大文字屋。はい。よし。 かかる亡命を見過ごしては我らの面目が立ちません。奴の増長マンを懲らしめてやります。下によっては切り捨てやります。なりません。いやもうお案じなさるな。お先へお屋敷お帰りください。ほら誰か呼ぶか。 峠に大野口の蔦のあるじがおるだろう。これやべ。おしん、歌丸師匠が来たらおいらは先に鶴羽へ繰り込んだとそう言っとんな。いや、かしこまりました。どういうご用でございますか。さあ、夜間は切るぞ。どうした、馬鹿に物騒なこと言ってるじゃないか。どうしたんだよ、つった。え、 お前は蔦屋十三郎だな。どういうご用だ。それに違いないな。いかなる了見にてかような者を犯行いたしたのだ。あなた様、 鋭いな。さあ、返答せい。お主が返答できずは歌麿をこれへ連れてまいれ。奴はこの地はここにおらんぞ。ははあ、あれか。ありゃ怒る。なんだな、教伝さん。いや、この間歌さん出した絵に三馬してあるんだ。己の描いた女は墨の荒書きでも生き生きとしているが、これの女は 無駄に色が使ってあって、みんな型はというんだ。だからおめえ、辛いをほずる、あの衆たちは型を変えてることにならな。型か。なるほど、うめえこと言ったな。笑い事じゃねえぜ。ちと、やかましいことになるんじゃねえかの。歌さんは一体どこに拗ねているんだろうな。お方、お期待のところだろうよ。今見えた。私はどうしよう。おしん、おめえ歌さんに惚れていたのか。
ですよ。だって宇多さんが殺されでもしたら、私は絵姿に描いてもらえなくなるじゃありませんか。宇多さんにお命の絵姿を。そうですとも。なるほど。これはいい女相撲の錦木ができるわ。いくさ。いくもなかろ。本当に冗談じゃねえで。誰かに知らないようなだめ。若いし明日試しよ。そうしよう。きっと今の話の先行堂の一件と合ってるんですよ。何前の北田の江戸三美人の一人なんて騒がれるのは誰のおかげで、みんな師匠が一枚屋になすったおかげじゃございませんか。さらにそんなギリ知らずの真似をしてまともにお天道さんが見られると思っているのか。だけどよしね、ギリと色とは別だ。おいら何も一枚屋にしてもらってそれを恩に着せて色事するほどやぼじゃねえ。もうやってないだろう。そろそろ大文字屋行かざないね。すいませんね、お待たせしまして。お師匠さんがいらっしゃるのを知ってましたら待ってたんでしょうに。小敷のしらみで口で殺すってやつか。まあだけ。じゃあまた明日。うまみから期待それたら承知しませんよ。大丈夫だよ。いらっしゃい。ああ、宇多さん、すいません。真っ昼間からお楽しみですね。余計なこと言うなよ。今すぐ一本つけさせますからね。はい、竹さん、お土産。そいつはうかつには食えませんね。おや、毒でも仕込んであるといいかい。首が飛びますよ。ひっくじなし。